円自、そして、有志連合が中心にした有志連合が直接、攻撃を開始して政権を倒すということなんですね。このマスコミを使って、国際世論を誘導するっていうところが再開しましたね。切れた現在コメント29ということですね。なんか途中であれですね、遮断しましたね。ということで今日も2回に分かれてんですね。そして主な例として、これ典型ですね。1840年の中国清王朝、打倒に向けた麻薬戦争、アヘン戦争、これイギリスが直接介入したんですね。ジャーディン・マセソンという麻薬商社を通じて大量の麻薬を中国に流し込んで、中国人を麻薬漬けにして、アヘン漬けにして、そしてそれに抗議する新政権、新王朝に対して直接武力介入したということですよね。1840年、2年間続いたんですね。で、2つ目、これは911の米国同時テロを自作自演ででっち上げてアルカイダがやったんだと。そしてそのアルカイダをかくまってるのがアフガニスタンだと。いう完全にでっち上げ、自らでっち上げてアフガニスタン侵略戦争を2011年9月に開始した。この時がブッシュですよね。それに日本の小泉がいち早く賛同したと、支持したと。そして陸上と航空自衛隊を戦後初めて、戦争国に、派遣したんですね。シカゴさん2回目の放送中ですね。セカンドテイクオブブロードキャスティング、独裁者潰されるというならパク・ヒョンヒや安倍晋三はなぜ潰さないかと。なぜならば彼らは世界支配階級が擁護してるからと、バックに彼らがいるからと。それと国民の力が圧倒的に弱いからということですよね。倒せないんですね、力関係ですからね、こういうのはね。ということで、です。で、3番目、これがイラク、イラク、まさにさっき言いましたように、大量破壊兵器を隠し持ってんだというでっち上げをして、フセイン政権を武力介入して、彼を処刑しちゃったんですね。ひどいもんですよね。フセイン政権は独裁者だったけど、フセイン政権時代の方がよっぽど平和で豊かで、国民は幸福だったと今から思うとというのが真実でしょうね。から The Force Invasion War of Libya、 リビアですね、カダフィですね、カダキ。これはアメリカとフランスなんですね。サルコジーですよ、直接介入したと。リビア侵略戦争、でカダフィが
いわゆる金本位制度、金本位制度を実現するんだということで 100トンとか150トンの金を集めたんですけど、その金がどこに行ったかということで、強奪されたんですね。ヒラリー・クリントンは知ってんでしょうね、どこに行ったかって。アメリカとフランスとイギリスで分けたんじゃないですか。シリア内戦2011年、5番目ですね。で6番目がイラクとシリアのイスラム国に対する対テロ戦争と。イスラム国自体がネコン戦争派が作ったダミーなんですね、これ。だからやらせなんですよ。6ですね。それから2つ目の方法ですね。 The second way to overthrow the regime by making domestic big confusionin the aggression target countries. ビッグメスって書いてあるんですけど、大混乱ですね。要するに世界支配階級がこの国は侵略するというふうに決めた the aggression target country に、ドメスティックビッグメス、ドメスティックグレートコンフュージョン、大混乱を起こして、起こすことによって、大混乱を起こすことによって、反政府デモと、それから軍事クーデターを誘発して、それによって、体制を倒すと。前の措置Military coup by the violent cause anti ということですね。 Anti-government riot and military coupby the rebels。 二つ目の方法は、侵略対象国の国内に大混乱を引き起こさせて、反対勢力、反政府勢力に反政府暴動と軍事クーデターを起こさせて、政権を転覆させると。間接的な方法なんですね。最初は直接、 the first methodis by attacking directly by the super military powers such as United States and Britain ですね。 And the second method is indirectly attack なんですね。概要、米に近海ウクライナに戻せと言えず、逆に日本が戦えた砂ズキンさん、そうなんですかね。ケイフさんが、The world superhead power does everything to for management to lose the making
2つ目の方法ですね。The world ruling class defeats the regime by causing anti-government riot and military coup. これはいいのか。で、主な例ですね。フランス革命。これはフリーメイソン。自由平等博愛というみんなが納得するようないわゆる合理的な理由をでっち上げて、大衆はそれに大量動員した動員されたんですね。イルミナティフリーメイソンによるフランス革命、ですね、フランス民衆を使ったルイ王朝打倒のフランス革命から2つ目がこれ日本ですね。明治維新、これ反幕、薩長土肥の反幕勢力に軍事援助、財政援助、戦略指南をして、軍事クーデター明治維新を起こさせたということですね。これ間接ですよね。イルミナティ、フリーメイソン、当然ながら英国政府、それから3番目、これがロシア革命ですね。1907年の10月革命、ロシア革命、ボルシェビキを使ったロシア革命。それで73年のチリのアジェンデ社会主義政権をクーデターで転覆させたニクソン政権、これは背後でピノシェット極右将軍、陸軍極右派を背後でニクソンからキシンジャーが全面支援して彼らにクーデターを起こさせたということですよね。1973年、ケイさん、ダビッド・ストック人間関係研究所は1922年にイギリスに設立させた洗脳研究機関と、これですね。それからベネズエラの大混乱はトランプ政権が意図的に起こした。ハイパーインフレが原因だと。This current Venezuela great confusion is a result of the hyperinflation caused intentionally by
by the US トランプマイナス6か、ここからBy the US regime who has simultaneously 連続的にまず国際石油価格を暴落させたと。それからプライス、オイルプライスコラプス、ファイナンシャルサンクション、金融制裁で、トレードブロッケード、貿易、制裁からエコノミックブロッケード、経済制裁と、これを連続的にやったんですね。それで、ものすごいインフレを意図的に起こしたということですよね。その目的は、Its purpose is to overthrow the Maduro anti-US regime and to completely control Venezuela, the world's largest oil reserves. The Venezuela is the most rich reserve, oil reserve in the world. After, before Iraq, Iraq, Saudi Arabia.サウジアラビア、イラクよりも石油埋蔵量がダントツなんですね。 Its purpose to overthrow oil reserve マイナス5か、 anti-US regime and to control completely controlベネズエラ、The world's その目的はマドゥロ政権を転覆させて世界一豊富な埋蔵量がある、石油埋蔵量があるベネズエラを完全に支配するためだと。もう見え見えなんですね、これね。ということです。The second act, take, the time has passed 19 minutes 4 seconds. The number of audience in the same time 27.And the total number of audience 67. The number of comment 40ですね。ということで、前半がどのぐらいでしたかね、30分ぐらいですかね。で、後半が20分ということで、about 50 minutes in total ですね。ということで、Thank you very much for your kind attention to my English Japanese broadcast.Of tonight, the time is over. So, thank you very much for your many comments and many gifts and many continue coins. Ne? So, I hope we will.I will see you again tomorrow, Thursday night.
in Japanese broadcasting ということで、明日日本語放送をやりますので、よろしければ合流してくださいということで、シカゴさん、 CIA スパイ岸の先祖から孫安倍晋三につながる明治維新から朝鮮系マイノリティ反日を利用しての西郷西洋植民地政策の傀儡政権田臥史氏と日本の真相、鬼塚さんですね。ということで、世の中の出来事は全部つながっちゃってるということですね。ベネズエラのこの大混乱というのは世界支配階級がこの間ずっとやってきたことの結果なんですね。ですから我々の運命と結びついてるとこういうことだと思うんですね。ということで、お疲れ様でした。 Thank you very much and I will say you goodbye and good night and see you again tomorrow ということですね。ということで終わりにします。